皆さんこんにちは、ティーチングプロの石井亮介です。本日もハンズ鈴木さん、横浜市のですねゴルフ練習場に来て撮影をしております。今日はですね、何を話そうかなというところで、先日チダル TV でラウンド動画なるものをですね公開をさせていただいております。茨城県のワンウェイゴルフクラブさんの撮影をしました。で、一応一般公開は多分1、2、3番ぐらいで終わってるのかな、1、2、3、4か1、2、3ぐらいで終わっていて、で実はその後のホールの続きっていうのはまあ、シダル TV のメンバーシップ動画の方を限定にさせていただいてるんですけれど、まあ、今日はそのラウンド動画の撮影のまあ裏側的な話をですねちょっとさせていただければなと思います。まあ正直ね、嫌なんですよ。やりたくないんです。なんかね、他の YouTuber の方々を見てるとね、まあプロもそうですけどね、結構ラウンドバンバンやってるじゃないですか。だからシダル TV もラウンド動画やってくれっていうこうリクエストは多数いただいていたので、まあ実際にやることになったんですけれど、まあね、ゴルフ場さんのまず絶対的なこう協力というかですね、いいよっていうその信頼関係というかですね、がないとまずできないので、いや例えば僕が全くプロゴルファーでも何でもなくて、素人のアマチュアの男性で、ゴルフ場に行ってね、友達と iPhone 片手にねラウンド動画撮りましたみたいな動画だったら別に問題はないとは思うんですけど、やっぱ一応それなりにこうチャンネル登録があったりとかする今僕らがですね、ゴルフ場に許可も取らずに勝手にやるわけにはまずいかないわけで、ちゃんとその辺は撮影をする前に、事前にちゃんとこう、打ち合わせなりセッションなりあって許可をいただいて、でそれから撮影をするっていう、まず段を踏まなければいけないので、それまで僕たちがやらなかった理由っていうのもまあいくつかあるんですけど、まああんまりこうね、他のことをとやかく言うあれはないんでしょうけど、やっぱりあまりこう評判がよろしくないというかですね、ラウンド動画とかいっぱいしてゴルフ場側から出禁になったとか、もうやんないでくれっていう風になったみたいな話が、まあね、いっぱいあるので、でそういう中にまあしざるもやるっていうと、やっぱある程度こうね、いろんな批判とかもあることも覚悟でやんなきゃいけないので、まあちょっとその辺は丁寧に慎重に進めてはいたんですけど、まあ一応ワンウェイさんの方で OK いただいて、まあ撮影をして、まあ無事、まあ、公開して皆さんにも見ていただけてるんで、まあ第2弾もやってみようかということで、で実は昨日、朝霧ジャンボリーというですね、静岡のゴルフ場に行って撮影を第2回してきました。ちょっと裏話的な話を今日ここではしようかなと思うんで、あれなんですけど、まず大変。本当大変。いわゆる前回のワンウェイさんの時には通常のスタート、要は7分間隔とか8分間隔とかある、あのプレーのタイムテーブルの中にちゃんと入って、で前の組にもついていく、で後ろの組にはもちろん迷惑をかけないように通常の進行でやりました。まあ一応プレイヤーがね、僕と小山さん2人通算撮影、白山さんはカメラをずっと持ってついてきてくれるっていう形なので、まあ別にプレイ自体はね2人だからサクサク行くんですけど、いかんせんその、ま、ワンショットワンショット撮影するからカメラの白山さんは全部そこに行かなきゃいけないわけですよね。それがまあまあ大変ですよ。もちろんそのプレイしない、ノープレイする、ノープレイだってことでちゃんとゴルフ場の許可をもらってるんですよ。だから皆さん勝手にそういうこと入っちゃダメよ。だけど、まあ僕と、まあ小山さんはプレイフィーをちゃんとお支払いして、小山さんはプレイしないんですってちゃんと制約をして、で、カメラとしてついてきていただいてるんですけど。で、まあ、二人がね、ずっとフェアウェイにいればいいんでしょうね。なかなかそうもいかないんでね。曲がったら曲がったところに白山さんは行って、後ろから撮って。だから僕は早く打ちたい、次打ちたいのに、あっちで小山さんが打ってるのを、白山さんが撮り終わってからこっちに来て、で、石井さんこれどうすんのっていう話からしなきゃいけないので、やっぱり時間はちょっとかかるかなって思います。僕自身が実はプレイが結構早い部類だと思います。キャディーバッグからクラブ取ってから多分打つまでの時間が早いんですよ。だから、
あのね、打つ前に、いちいち、ああだこうだ説明してから打つのが、本当にやりづらい。向いてないなって自分でも本当に思うぐらい、だから、打った後に、こういうこと考えてましたとか、あの、説明してもいいですかって言いたいぐらい、あの、打った後に言いたい。あの、打つ前はもう、本当、もちろんその理屈とか理論とかそういうのはまああるにせよ、最終的には結構現場のインスピレーションでもう、あ、こうだと思って、そのタイミングで打ちたいなって思っちゃう口なので、でね、白山さんが絶妙なタイミングで、で、どうすんのって追加でこう喋らそうとするんで、あの、白山さん本人も言ってました。あの、いや、打ちたいなって思ってるの分かってて、あえて聞いてるって言ってましたけど、そうするとね、まあ、なかなか思い通りのゴルフはできない。なっていうのが、本音です。大変だね。だからラウンド動画とかいっぱい撮ってる人たちすごいなと思います。で、やればなれるんだろうなって思ってもいて、で、実際、まあ、初回のワンウェイの時はすごい緊張しました。プロテストでも受けるんじゃないかぐらいの勢いで緊張したんですけど、だって嫌じゃん。公開してる YouTube で OB 打つの。嫌でしょそりゃ、それは嫌だよね。ねえ。やっぱね、例えばこれ、競技とか出てる方はわかると思うんですけど、通常のラウンドと、やっぱり競技のラウンドとかって、イメージっていうか、その体の緊張具合とかね、動かないとか、そういうの変化、そういうのってわかると思うんですけど、ちょっと一種独特だと思います。試合とはまた違う、もちろん普段のラウンドとも違う、なんでこんな意識すんのかな、緊張すんのかなって思う。たのが印象的だったかな。正直あのやってるワンウェイやってる最中はもう二度とやりたくないと思ってましたけど、まあ、とりあえず昨日朝霧ジャンボリーでやった分に関してはちょっと慣れたかな、ちょっと気楽になったかなっていうのはあります。あ、まあ一つは朝霧ジャンボリーがコース広いんで OB の心配ほぼないな、のびのび楽しく打てるんで、まあ、そういうのもちょっとあったかなと思いますけど、ちょっとラウンド動画になれるまではちょっとそういう甘えた環境でやらせてほしいなって思ったりはしています。昨日は、まあ、前半9ホールは、一般公開用の動画で、後半9ホールは、メンバーシップ用の動画っていう感じで、もう撮影をしながら意図して分けてたので、前半は前回のワンウェイと同じように普通にラウンドしてます。後半は、僕も小山さんもクラブを何本か入れ替えたりとかして、何ホールかはトラックマンで測って、トラックマンで測ったデータとか見せながら、撮影をしているので、実際コースで、まあ、何も変換とかがかかっていないコースボールでの距離とかもちゃんとそのまま普通に公開をしていますので、ぜひそれはご興味ある方はですね、見ていただければと思うんですけれど、ああ、そう、打ち直ししてるんじゃないかとかっていう人もね、なんかコメント欄にいたけど、本当に打ち直しをしてません。させてくれません、白山さんが。むちゃくちゃ厳しいです。で、僕がミスると、うわ、それ取れたかバッチリだよってこう、もうニヤニヤ喜んでるんで。僕が例えばこれで手堅くね、アイアンとかで刻んだりとかしても面白くないでしょって言って、まあガンガン打ってやりたいんですけど、やってる本人としてはほらトラブルを起こしたくないんで、なるべく、そっけなく静かにプレイしたいなって思ってる部分と、いざバーディーパットとかが来ると、やっぱりちょっと入れたいな、いつもと違う感覚のこのバーディーパットを入れてカメラにドヤ顔したいなっていう部分との、狭間でですね、結構、葛藤をしながら、ガツッと打ちたいけど、でもこれはそーっと2パットの方が安全だなとかって思いながら、昨日の朝霧は何個かバーディー取りましたけど、逆にバーディーガツリ狙いすぎてオーバーしたりとかっていうのも、まあありましたし、まあちょっとその辺はね、もうちょっとラウンドが慣れてきたら、また心境が変わってくるかもしれないですけど。でもね、まあラウンド動画を撮りたくない撮りたくないって言ってはいるものの、これはちょっとでもね、個人的な、役得だなっていうか、ラッキーだなって思うのは、まあ実際自分もゴルフをします。で、コースに行って当然失敗もします。でもそのね、失敗した時の動画が残ってるっていうのは結構これ考えようによってはありがたくて、あ、自分ってこんなところでこういう失敗するときに、あ、こんな風になってるんだっていうのを、プロのカメラマンがちゃんと撮ってくれてるわけですよ。で、良かった時、悪かった時っていうのはちゃんとこう見えるし、で、ワンウェイのゴルフ
上での撮影の時なんかでも、僕序盤パッティングで右にこうなんかボールが行っちゃうんですよなんて言ってて、改めて見てみるとちょっと右向きすぎてるなっていうホールもやっぱあったりとかするし、やっぱそういう部分、自分ではなかなかそのやってる最中には気づかなかったりとか、自分ではできてると思ってたズレみたいなものを、まあ動画で撮ってね、まあある意味恥をさらして表に出してはいますけど、まあ僕個人のメリットとしては、その自分がやってるプレーを後からね、反省できるんで、まああれはちょっとそういう意味においてはありがたい。だからこれからも撮るかっていう気持ちではいます。でもどうなんですかね、今ずっと普通に僕も小山さんも自分のクラブセットでただただラウンドしてるだけなので、まあもうちょっと落ち着いてきたらなんか、いわゆるシダクラブを借りてきて、撮るとか、例えば何かその制限、スライスを打てとかフック打てとか制限をかけながら、まあ、ラウンドしたりとか、まあ、アプローチ低い球高い球とかっていう風にやるのもありなのかななんて思ってはいます。まあその辺はね、本当ね、後ろの組に遅いって言われるわけにもいかないので、ちょっとその辺は気を使いながらだからあんまり長々はできないので、まあでも昨日はラウンドをしている最中、僕がグリーンの奥にセカンド外してちょっと左足下がりでグリーン面に落とすのが難しいラインのところから、まあある種レッスン編と称してね、こういうとこどうやって打つんですかみたいな、あ、僕こうやってやりますよっていう感じで打って、小山さんだったらどうする、小山さん俺だったらこういうにするかなみたいなのを取ったりとかっていう風にしている感じでやってはいます。それが全部に公開になるのかちょっとわかんないんですけど、後半取ってるんでメンバー限定かな、まあそういうこともで、シダル TV もそうなんですけど、やっぱり正直こう最初になんて言ったらいいのかな、筋書きというかこういう風にやるよっていう、もちろんねプランを立ててラウンド動画っていうのはこういうふうにやるんだってやるんですけど、やっぱ実際現場で生まれてくる子をね、撮影しながらもっとこうした方がいいんじゃないみたいなことがやっぱりあるので、まあ、撮影しながらやりながら僕らもちょっとこう慣れてくればまたいろいろやり方が変わってくるかもしれないし、今回はトラックマンを置いて測るっていう余裕があったので何ホールか撮ってますし、途中でトラックマンが壊れたの、だから実はそれ以降は撮れないんですけど、ちょっとトラブルが発生してね。シダル TV もね、実は今改めて2018年の TS2 とか3とかのね、初代の時の、シダルは結構テロップとかが入ってるとかね、あんまり僕喋ってないんですよ。ひたすら打ってるだけ。で、小山さんもほぼ喋ってないです。それがだんだんこう、回を重ねるごとに僕と小山さんの掛け合いみたいな感じになったりとか、なんなら小山さんが出てきたりとか、やっぱこう、どんどんこう、まあ、変化していっているので、まあシダル TV のように、ね、まあ、シダル TV というか、シダル TV のあのシダ動画のように、ラウンド動画も、まあ、これから何回も撮影をしていく中で、まあまあ、バージョンアップだったり、いろいろ試していければいいのかなと思います。まあ、この石井亮介チャンネルもね、まあ、ずっとこのインドアで撮影、基本的にはしてますけど、まあ、表に出て、まあでも、ラウンド動画撮るのも、一人で撮るのもどうかなと思うしね、ちょっとその辺なんか考えたりとか。あとは、それこそ、スポナビのね、ああいう、こう、座談会的な感じで、それこそ、ね、誰か、奥島さんとか、宮崎大君とか、呼んだら来てくれるかな。まあ、キューピーさんとか、来てよってお願いしても、あれでしょうし。そういった、何かしら変化をどんどん作っていくのも面白いかな。でもね、あんまりね、コラボとかもしたくないんで、ちょっとその辺は、やり方を考えなきゃいけないな、とは。ますが、まあでもラウンド動画、まあ皆さんお楽しみいただけてるんであればありがたいですし、本当もうこんな失敗普段の動画でまずないんだけどっていうところにボールが行ったりするんで、なんで笑いの神ならぬね、なんかそのゴルフラウンド動画の神みたいなのがそこにいて、そっちにこうボールをおいでおいでしてくれるのが結構あるんで、まあ大変ですよ。ラウンド動画普段撮ってる他の YouTube の方は本当すごいなと改めて思います。まあでも、朝霧ジャンボリー編は僕も結構ドライバーを振っています。ワンウェイの時に全然ドライバー飛んでないっていう、こう、コメントがいっぱいあったので、はい。ちょっとじゃあ振るかっていう感じで多少振っています。ヘッドスピード48とか、7.x とか、1ホール、測ったホールで300超えてるホールも
あったりはするんで、まあ、そのホールは小山さんを何十ヤードも置いてってますので、見ていただければと思います。やりたいですね。メーカーさん貸してくれるかな。貸してくれると思いますよ多分。ただ僕のゴルフが数日ぶっ壊れるリスクを背負いますけど、やっぱりシダと実際のやっぱラウンドで違うっていうか、どうしてもね、自分のゴルフの癖ってやっぱあって、まあ、球をフックさせたりスライスさせたりみたいなことをやっぱりすることが多いので、曲がんないクラブを使ったらどういう風になるのかなっていうのもあります。だからまあ3ホールぐらいでいいんだったら全然やりますけど、それで18も歩いてるとなかなかしんどいなって思ったりもします。まあ回っても9ホールまでかな。やっぱり一瞬ちょっと戻す時間もちょうだいっていう感じですね。あれかな、ヤドワズマプロだったかな、そう、メルカリとかヤフオクとかああいうとこで買ったセットで何ホールか回ってみた、うん、はい、やられてますけど、正直すごいなって思いますよ。やっぱスイングってね、ある意味商売道具ですからね。ツアープロの方で、そう、自分のクラブじゃないものでこうゴルフをするっていうことが、本当アマチュアの方が思ってる以上に本当にこうどうなっちゃうか分かんないんでね。まあそれも含めてやっぱね、コントロールされる技術があるので、まあ、そういうこともできるんだと思いますし、まあ本当ただただすごいな。もちろんそれが悪戦苦闘している姿を見るのも楽しいっていう、そういう主張をされる方の気持ちもわかりますけど、やってる方はたまったもんじゃないぞっていうのが多少本音としてはまああるんですけど、お遊びの部分、まあ、エンターテインメントの部分と、まあ、シダル TV って多少そういうお遊び要素は入ってるけど、実は結構真面目にそのゴルフクラブについて紐解いていこう。かといってあんまり難しい話、奥のある話ばっかりすると、なかなかそれもそれで難しいので、まあ、とっつきやすく、まあ、割とみんながこう、興味を持ってくれそうなところで、ゴルフクラブってこういう風になってくるんだよっていうような話を、まあ、していければなと思っているので、多少アカデミックにやってるつもりでは、はい、いるので、やってる本人たちは。もっともっとね、奥の深い話とかすればキリはないのかもしれないんですけど、まあ、その辺の絶妙なっていうか、まあ、バランス感覚は必要かなとは思っておりますが、まあ、ただ本当ゴルフクラブ同じスイングをしたとしても飛んでいくボールが全然こうガラッと変わってしまう、まあ、スライスがフックになるまで変わるのはなかなかないかもしれないけど、やっぱりドローならドローでもドローする量が変わったり、球の工程が変わったり、スピン量、打ち出し角、本当にこうクラブによって変わるので、で、まあ、それを、まあ、練習場で、まあ、お見せするっていうのが、まあ、シダル TV だと思うんですけど、まあ、僕っていう一つの、まあ、ゴルファーが打った時にこういう結果になったよ、でそれをまあ見て自分が打ったらこうなるだろうなみたいな想像をまあして楽しんでいただく、まあ、肩肘張らずにね、気楽に笑いながら見ていただければなと思うんですが、まあ、それをまあコースでねできたら、それはそれで面白いなと思いますし、ただね、コースでやるとシダルみたいに何発もバン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 打つわけにもいかないんで、その辺の、ね、ところは、ただ僕にしても岡山さんにしても割とコロコロクラブ変えながらラウンド動画も打ってると思うんで、ちょっとその辺もぜひ見ていただきたいなと思います。まあ唯一弱点は、外でやるとやっぱボールを追うっていうのがすごい難しいです。白山さんがまあ、シダル TV の場合のラウンド動画でボールがこう着弾するところを赤い丸つけてピューってやって撮ってるじゃないですか。で、あれも、まあカメラがいわゆるプロ用の機材で、で、かつカメラマンがプロっていう、そういったこうね、優位性というかですね。あれ全部追ってるんだっていうかね、他の YouTube チャンネルでそこまで追えてるものもやっぱ少ないと思うし、やっぱりパーンって打って終わっちゃうとは思うんですけど、それがこう、ね、グリーンに着弾したところまでが見えてるっていうのは、まあ本当、逆に僕も見てて、お、すげえって思いました。当然僕たちも自分が撮影したやつを後で見るんで、自分のラウンド動画とか見ますよ。もうなんだったらワンウェイの2番のイーグルだって何回も見ましたからね。どやっていうね。まあね、そういうのも、自分も一視聴者的に楽しんでますけど、そういう意味では撮影をするカメラのね、方の、技量ですね。シダル TV は恵まれてるなと思っておりますので、ぜひそういったところのカメラワークの、秀逸さもですね、お楽しみいただければなと思います。
ビッグブッダね、大仏。いやー、すごいよね。570cc。あんなに、まあ、振りづらいっていうか、振り遅れる。うわーって持って帰りましたからね。だまあ、いろんなクラブラウンドで使うのは全然構わないので、まあ、そういうちょっとキャディバッグの中にいろんな種類を入れて、要は自分のエースじゃなくて、ね、まあ、ある意味それの方が逆に僕からしたら気楽かもしれないし、そういうやり方のラウンド動画っていうのもあってもいいかなと今思います。思います。まあ、あとは試作クラブなんでね、メーカーさんがそれをこうね、レンタル貸していただけるかどうかっていう部分が、まあ、何より一番、まあ、そういうこと言うとね、自分たちで買えって言われそうな気もしますけど、まあ予算のね、限られた範囲の中で、まあ、買えるもの、興味があるものは自分でも買うし、まあ今回はローグ ST のトリプルダイヤモンドを僕は使ってラウンドしてますけど、あ、前半はトリプルダイヤモンド LS だ。で、後半はトリプルダイヤモンドで僕は回ってます。で、前半は、もう発売されてるシャフトで、後半はまだ発売されてないシャフトでラウンドをしたいと思います。してます。まあ、あとは、本当はね、コースでやるんだったら、ボールの話とかもしたいし、だから、ボールの違いとかを、その、どう見せるのかっていうのは、実はすごい難しいので、ちょっと今、これは全然、予定なかったんですけど、ふと思い出したのが、激進ゴルフっていうですね、BS 富士で放送されている、ゴルフの番組があるんですけど、それに出演をしました。最後に思い出して言うことじゃないとは思うんですけど、7月何日だったかな、多分これに、ね、テロップが出ます。何日。放送回に私、出演させていただいております。で、ちょうどその時にボールの話をしています。で、ある、まあ、女子プレイヤー、ね、プロを目指している女子プレイヤーに、ブリヂストン、ダンロップ、テイラーメイド、タイドリスト、キャロウェイのボールを、なおかつ硬い方、柔らかい方っていう感じで、10種類のボールをそれぞれ打っていただいて、まあ、ティーショットと、アプローチエリアとパッティングだったかな。それぞれ打っていただいて、まあ、どれがいいですかみたいな話。で、まあ、トラックマンのデータはこうだけど、みたいなところで、見ていただく。比べてもらうというのを、ですね、多分、放送されますんで、もう公開されてたりして、もう公開されてたら、後から見れるやつで、ぜひ見ていただければと思うんですけれど、BS の富士の方ですね、激進ゴルフ出てますんで、ぜひそちらの方もお楽しみいただければと思います。石井亮介、初テレビデビューなんですけど、全然本人そんな実感がないので、すっかり今まで忘れてましたけど、はい。そんな感じで、ぜひそちらも合わせてですね、ボールの違いみたいなものはそこでちょっと話を軽くしておりますので、ご覧いただければと思います。今日はそんな感じで、最後それでいい、それを思い出したんでいいのかって感じがしますけど、締めたいと思います。ありがとうございました。また次の動画でお待ちしております。